エドワード・ランドール・ロイスは、アメリカ合衆国の政治家、共和党員、元アメリカ合衆国会議員、2013年から2019年にかけて、アメリカ合衆国会議員外交委員会委員長を務めた。また、1982年から1993年までの、アイダカリフォルニア衆議会上院議員を務めている。2016年に350万ドル以上を、 選挙活動に費やし再選した。2018年1月8日、任期満了時に合衆国議会議員を辞職し、2018年の選挙に出馬しないことを公表した。2020年9月、法律事務所であるブラウンスチンハイエット・ファーバー・シュレックに入社した。2014年2月17日、安倍晋三内閣総理大臣を表敬訪問。2015年5月19日、 米国会員の建物で開かれた在米韓人団体行事で、竹島は韓国の領土であるとの立場を表明した。日本の慰安婦問題でも韓国の立場を支持している。レップ、エドロイス、キャンペーンファイナンス、マネーエレクションズ、レプレゼンタティブキャリア、OPENSECRETS.org、e、2017年3月26日、閲覧。 2016エレクションリザルツ、U.S. Senate、House and California Registrature。The Orange County Register。httpww.okregister.com。Com, articles election 2016。election2016 から73万4760エレクションリザルツ。html2017 年3月26日。閲覧。2018年1月9日の投稿。 ツイッター、2018年1月9日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ https コロンスラッシュスラッシュ www.bhfs.com スラッシュ people スラッシュポリシースラッシュ eroyce。Ero エドロイス米海外交委員長一行による、表敬、米海外交委員長。徳島は、韓国の領土、肝心、既立白酒。 中央日報。http://japanese.jons.com スラッシュアーティクルスラッシュ666スラッシュ 200666.html2015 年7月20日閲覧。米海外行為長、8月談話に安婦の謝罪なければ、米国が安倍首相に問題提起する。中央日報。 http://japanese.jons.com スラッスラッシュアーティクルスラッシュ162スラッシュ 202162.html2015 年7月20日閲覧。ファン、ケルベン・ホー、エレーヌ、プレジデント・コンファーズ・メダルを US ・オン・ユーコングレスマン・フォー・サポーティング・台湾 セントラルニュースエージェンシー http コロンスラッシュスラッシュ f o c u s t a i w a n t a y l o r w a t t s スラッシュニューススラッシュ a i p l スラッシュ2 0 1 5 0 3 1 3 0 0 3 7 a s p x 2 0 1 5年3月14日閲覧。イェー、ソフィアロー、YF、プレジデントコンファーズメダルオン US コングレスマン、エドロイス。 セントラルニュースエージェンシー http コロンスラッシュスラッシュ f o c u s t a i w a n t a y l o r w a t s スラッシュニューススラッシュ aipl スラッシュ 2017709010013.aspx2017 年9月1日閲覧ありがとうございます。